はい、そんな皆さんは今回主題歌を歌ってくれてるDISHの皆さんともコラボされたと聞いたんですけれども、はい、こちら ね、今写真の方も出てますけれども、久保田さん、はい、この音楽のコラボはいかがでしたか？そうですね、なんか4人で歌うのかなと思ったら一人一人ブースに入れられてですね、でそこもメイキング回すんでって言われて、目の前にめちゃくちゃカメラあったよね。ありましたありました。それでね、なんか走れども走れどもって言ったせいでね。なんで俺のパート知ってんすか？知ってはいるだろう。知ってはいるよ。結構緊張した瞬間いっぱいありましたけど、でもやっぱね、役者やってるとやっぱりなかなか体験できないことはあったり、結構貴重な経験を本当させてもらいましたね。葉山さんいかがでした？いや本当に何ですかね、みんなでわーわーできましたよね。最後はでもライブするんですよね、僕らします。いやお前だけだよ。そうだよ。そういうドッキリですか？全然聞いてないけど。いや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 。だとしたら、じゃあ葉山さんだけ8月14日ちょっと開けといてもらってもいいですか？はい。豊洲ピットでしょ？豊洲ピット。うちらアリーナ行くから。俺だけピットですか？はい、そういうイベントも用意されておりますので、8月14日皆さんも開けておいていただきたいと思います。さてですね、続いてなんですが、今回間宮さんと川栄さん演じる勇美とこよちゃんのカップルが、原作読まれた方知ってると思うんですけども、原作ではかなり過激な表現がたくさんあるんですが、今回のドラマの中でどれぐらい再現できてるんでしょうか？まず原作を皆さん読まれた方、結構いるんですね。たくさんいらっしゃるんですね。なるほど、ごめんね、話したい。いやいや、あそこの再現もそうなんですけど、1日だけ川栄デイというか、川栄ちゃんが僕とトビオに交互にキスされたり押し倒されたりする日っていうのがあって、朝から晩までずっとそういう絡みをされるっていうね、はい、なかなかハードな日、あれ大変でしたね。ありましたね、なんかキスから始まってね、なんかちょっとね、ありましたね、ありましたね。なんかね、横向いたら可愛い寝顔があったみたいなね、やったりしたんですけどね、ドキドキですよ。すごい淫乱って言わない。ちょっと違います。拾っちゃダメ。違いますよ。マイクを離して言ってんだからさ。淫乱。川栄さんはもうその日っていうのはやっぱりちょっと緊張されてるんですか？なんかもう何でもいいかなって思っちゃいましたけど、すごく2人ともリードしてくださったので、はい、慣れてるお二方が、いやとても何をいきなりね、そうだよ、童貞役なのに慣れてる。何をおっしゃいますか？いや、でもこれダメだ、もう見出しがあれになって、久保田正人が童貞ってなっちゃうから、明日のヤフーニュース。やめてください。やめてくださいっても一緒変だからね、ちょ今のは触れなかったことにしてください。さあどうぞ、お二人のお話ですからね、今。はい。なんですか？でもね、そのリードとかリードじゃないで言うと、その監督の指示で、僕が上に乗ってたところを川栄ちゃんがこうひっくり返してマウント取ってほしいみたいなシーンがあったんですけど、そこでなかなかこう。慣れてないけど、思い切ってやろうっていう心だけは伝わったんですけど、僕ベッドと窓の隙間にドーンされたんですよ。すごい音したよね。これ本当にびっくりした。そうそう、トビオがそれを見てるというかっていうシーンだったんですけど、もう俺ハマっちゃったし、完全にベッドから落ちちゃったし、ハマってもう動けなくなって、それでずっと2人笑ってるしね、本当にびっくりした。あれはなかなか半分いないんだもん、翔太郎だから。もう川栄やるときはやるよっていう感じ。はい、やるときはやります。はいというところでよろしいでしょうか。はい。はい。でもね、そのお話聞いててもなんとなく楽しそうです。三浦さんにはそういうセクシーなシーンっていうのは今回は。いや、やっぱり原作ではおっぱい出てくるんで。出てきました。僕はおっぱいを待ってるんですけども。中村靖一さんとのね。絡み。だからさ。はい、正解。ダメです。ボーイズラブみたいなね。そういう。もうやすいさんの話やめよ。なんでよ。もう大戦自分から始めたらどうにかちょっと自分でキュッと締めてもらっていいですか、その手の。バトル。あ、そこバチバチしてる。いや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 、もう一瞬笑ったから、僕はもうそこで終わりでいいと思ったんですよ。じゃあボーイズラブ一回引き取ってよろしいですか。まあでも本当に僕とかあと。あさみの水川さんの方は全然生徒側とね、その楽しいシーンないんで、そうですね、僕ら2人で会うときはなんか楽しそうだねっていう、うん、すごく羨ましい気持ちになりますね。水川さんはこの中ではお姉さんち、まあ、先生役ということもありますし、はい、ここ書いてあったんですよ、本当に、はいはい、お姉さんチームということで、そう、お姉さんチーム、どうですか、皆さんのこの様子を見て。あ、いや、もう本当に楽しそうですし、うん、もうドラマの1話見ていただいたように、触るともうやけどするぐらいの熱々の感じがこう生き生きして出てるなっていう感じはすごくしますね。うん、でもいかんさん、私がそのお姉さんチームとか、はい、こう年長さんチームとか、あとこの間なんかプロデューサーにシニアに需要があるって言われたりとかしてシニアに需要があると思いますよって言われたりとかして、あ、私ってそういうポジションなんだっていう新しいなんかこう発見をしたりとか、間宮君なんかもシニアって呼んでます、私のことあだ名がシニアってはい、そんなことをそんなことを言ってますね。楽しく仲良くご飯の席でね、ご飯の席で楽しくやってます。でもこういうお姉さんが一人いると現場は違うんじゃないですか、やっぱりその締まると言いますか。いや、なんで笑ったの？いやいやいや。いや、割と空気がスッとなったから。そうだね。さっきからスッってなるよね。いや、締まるというか盛り上がってます。でもさ、飯行った時さ、もう本当ここのバトルすごいよね、もうね。あ、もうそう、ツッコミがすごい、もうなんか的確に一言もうついてくる感じがムカつくんですよね。そこでちょっとこうね、バチバチ。だからその別れる時とか、お体気をつけてとか言ったりとか、あとはさっきその川栄ちゃんのこの靴下の丈見えますかね。川栄ちゃんの靴下の丈が不思議な丈だねって言ったんですよ。大体ここまでとかじゃないですか。なんか不思議な丈だよねっつったら、川栄ちゃんがこれ今流行ってるらしいんですよっつったら、知ったかぶりするから。いや、本当に知ってるんですか。っていうくだりが結構ありますね。本当に知ってる。笑い方ですよ。そういう扱いを受けてますね。ちょっと扱いが悪すぎますけど、実際は知っていたんですか、その件については。そう、ちょうどその話をこの間友達としてて、はい、女子高生が歩いた時にこのソックスの丈が流行ってるっていうのを聞いてます？聞いてます、聞いてます。聞いてます。なんかすいません、ちょこちょこ。その話をしてたんで、うん、はい、知ってました。本当に。間宮さん、本当に知ってました。多分お昼の情報番組かなんかで見たんだと思います。シニアっぽいこと言うのやめて。シニアっぽいこと言うの。新田さん、はい、今までのお話を受けていかがですか。急に。いやいや。怖い怖い。どうだったのよ。かわいそう。どうだったの。やばいな。どうだった。今の。いつ。どうだった。いつこの立ち位置に僕はなったんですか。真っ健。聞いてみてさ。どうだった。どうでした。そうだね。まとめないとね。どうだった。今まで。なんなら一番下っ端ですからね、僕。この中で年齢的に言うと、まあめちゃいるけどね。あ、僕でいいんですか。お願いします。そうですね。この僕だけ違う学校なんですよ。そうですね。ヤバ校ですね。ヤバ校でボケ校の皆さんなんです。ここボケ校。はい。先生も含め。富浦さん。なのでね、こういう4人の中、あれ聞いてない。今のは本当にごめんなさい。今のは本当にすみません。進行もありますからね、それは。なんでしたっけ。やっぱ盛り上がっている中には僕はやっぱり役的にも集中しているので入れないので、こうやって今日ちょっと真面目な場かなと思って引き締めてきたんですけど、こういうダラダラとした本当に。いや、もうそれはもうすみません。いや、すごくすみませんでした。すごくこれがボケボーです。温かくやらせていただいて、本当に気持ちが和らぎました。向こう向いて、向こう。ありがとうございます。本当にアットホームな感じでありがとうございました。はい、すみません、失礼します。久保田さん、真優さんというのは現場でもこういう感じなんでしょうか。それとも今ちょっと役に入ってらっしゃる。スイッチ入る瞬間はあるね。いつもね、僕スイッチ入れてきたんですよ。降りてきたんです。スイッチ入れて降りてきたんですけど、なるほど、オフになりました。あそこ出た時に、ああ、なるほど。なんかスイッチ入れるやり方とかあんの？なんか分からないです。特にないんだ。じゃあいきなりじゃあもうちょっとこういう感じだから場だからさ、こういう感じという失礼ですけど、ちょっと崩していく。今崩れてます。今ダラダラに崩されました。崩れてる。崩れてるそうです。崩されました。監督の声を聞くと、用意って聞くとファッとなります。なるほど。じゃあ監督いらっしゃいますんで、ちょっと用意だけちょっと言ってもらって。監督、新庄さん、ちょっと今崩れてるね。今崩れてるね。じゃあ監督の用意までね、ちょっと崩れてるね。いや今日ね、取材とかいろいろあったよね。朝からね。はい。カット。ありがとうございます。こういう感じでございます。入ってたねやっぱり。すごい。入ってました。すごいよ。台本にないことやらないでほしい。台本本当に。よい。おおすごいね。誰でもいけるんだ。監督じゃなくてもいいんだ。誰でもいけるんだ。対戦の声で条件反射。なるほど。まあとりあえず一旦ねとりあえずね。またいつ誰が言うかわからないけどね。とりあえずねあれだね。可愛いな。可愛い。そうですね。ありがとうございます。